どうも、のくさんそして暑い中お過ごしの皆様こんにちは即家塾の久保です今回はね暑さ対策の2つのアイテムを紹介しようと思いますでその前に私申し上げるんですけどもあの、夏って暑いじゃないですかいや私はね暑い夏にあえてね汗をかきながら夏を体感することを優先してるんですよまあ健康状態が悪くなるほどにね うん、頭がぼーっとするぐらいまではやらないんですけども、やっぱりこういう中でも帽子をかぶって外を歩いてみたり、暑い中洗車しながらね、汗を拭いてみたりっていうのに、まあ夏を体験してるっていうんですかね、実感するってことでございます。まあ以前私ね、店舗に勤めてることが多かったんで、暑い夏も寒い冬も実感せずに終わったんですよ。だからせっかく四季があるのに四季を楽しんでないなと思いまして、 寒い時は寒さに、まあ多少ね、震えながら寒さ対策をする。暑い時は暑さに悶えながら暑さ対策をする。まあ、そういったことをするのが四季の楽しみ方なんじゃないかなと思いますね。まあ、ですんで、内輪を使ってみたり、かとり線香をパッとね、灯してみたりとか。え、それから、そうですね、エアコンは極力かけないんですけども、こういった暑さ対策のグッズを試したりしてます。これはね、 USB で充電するんですけども、えっと、どこだったかなもう電気切れてますね。あ、電気切れてるけど、つくのかな切れてますね。まあ、このね、上からね、こう風がファーッと上に出るんですよ。で、これを、首にかけてスイッチを入れると、上にパーッとね、冷たい風が吹いてきて、涼しさを感じるってやつです。 やっぱこう、顔の周辺が涼しいと、全体的に体全体もね、寒さを感じるっていうか、涼しさを感じれるみたいです。これが一つと、あと、ネッククーラーっていうんですか、これ。これもなかなか使えてですね、スイッチがここにあったんですよ。お、これは電気が生きてますね、まだね。去年充電したやつなんですけどもね。で、この隙間から風が出るんで、強さはね、3段階ぐらいで変えられるんですよ。 で,こ,れを首にかけてでここは伸縮自在になってますからねでスイッチを入れるとこう風が出て涼しいとただこれのデメリットってのはちょっとね風速を強くすると3段階目のマックスにするとちょ音がね、まあ、うるさくってなかなかこう会話が成り立たなかったりするんですよねまあでもそもそもね人と会話する機会ってないですから気にしなくていいんですけどもまあ、これを下げて まあ外を歩くみたいな感じですか。まあそうするとね、そんなに暑さは感じないですね。で、実はね、私のよく行く、たこまるさんっていうたこ焼き屋さん、ご主人がこれをつけてらっしゃって、たこ焼き屋の小さなスペースの中でものすごく暑くなるところで、これで過ごしているのを見てね、あやっぱり効果あるんだなと思うところでございます。まあそんなに高いもんでもないですし、もうね、これ、使い始めて、今年で3年目になるんですよ。むちちちゃゃく持ち で、充電すると、先ほども、スイッチ押しましたけどもね、かなり長い間使えますんで、これはいいんじゃないかなと思うんですね。これもいいし、これもいい。でも、私はね、ぶっちゃけね、内輪でいいんじゃないかなと思うんです。内輪でこう、仰ぐ、というところが、なんか、不全になるのかなと思うんですよ。まあ、これでも悪くはないんですけどもね。まあ、どっちにしても私は、あの、暑い夏っていうのは、それなりに、汗をかいて、 楽しむことがそんなに負担じゃないんでね。これからもそっちの方向でやっていこうかなというところです。はい。それでは今回は以上です。お疲れ様です。うん